来年度のパスポートもらっていかなきゃ。うん、ね、年間ドリンク無料なの。一気に足も分かんなくならないですね。うまいからね。うまい。ママが。カルボナーラ食べないか。カイコロサ入ってるの？納豆。納豆？白菜。何言ってるのこれ？白菜。うわ、消えてるのこれ。ベーコンマジでね。うん、面白いよ。面白い。そんなことやるんだったら言えばいいの。もう手ちょっと手遅れちゃう。終わり？うん。パンチ終わりでもいい。そうだ。あ、パンチは？グラスもらってない。ただついに帰ってきて、うん、リュウさん、リュウさんなんですよ。私は分かんないけど、まあ、うん、すごい肉が大きい。あ、金額だね。そう、ハサミ入れてるからね。そうですね、簡単じゃないですね。つけても大丈夫か。おいしい、おいしい、食べたい。いただきます。今は新東京さんとかさ、好きなのに。こんなんだ。ホビバーの人が、ホビバー焼き鳥って言えばこういうこと、こういうモツモツが絡んでるやつがあると思う。悪いから。その軟骨ってそうなんだよな。それは感じすんの。後半になる。全然ごめん。なんか。でもどんどんしてるよ。これ食べてやっぱり焼きましたね。失礼します。もつ煮込みです。はい。すごい。すごくるみたい。ほんとはもう。いいわ。さ。今も変わんないよ。ニコラさんは変わんないよ。髪型ですか？髪型は。変わんない。作れたらいいよ。そう。これはでも古いのだから。今はここなった。なんかちょっと、ケツから引く、引くぐらい。恥ずかしいから撮る。はいはい、食べよう。拍手、それすごくない？あるんじゃない？管理栄養士じゃん。ドクドクドク。グルズっていうなんか刺激があった方がいいのか。